もこんばんちは、トンケン TV のトンケンです。はい、こちらにですね、かっこいい230ローレルがあったんでね、オーナーさんに取材をね申し込んだところ快く引き受けていただきましたので、オーナーさんに話を伺いながら、撮影していきたいと思いますんで、オーナーさんよろしくお願いします。はい、ね、珍しい。オーナーさん、これは何という車なんでしょうか？ローレル231からです。231、あ、231ということは後期型ということになるんですかね。パクメリナの方が231なんですか。230はパクメリナなんですか。あ、そうだったんですか。あ、僕ずっと革命のイメージだったんですけども、丸めが前期で革命が後期。そうですね。ちなみにこれ何年式なんでしょうか。昭和54年式です。54年式の後期のね、ローレルだったんですね。これ前期と後期の違いっていうのはその丸めと革命だけなんでしょうかね。大幅にはその違いやと思います。このグリルとかっていうのはこれは共通なんでしょうか。そうですね。あ、なるほど。ずっと僕ね、革命で判断してましたね。まあこの顔つきで、230のローレルだと判断したんですけどもね、違ったみたいですね。で、皆さんこちらね、これがね、ローレルウィンカーですよ。まあ130ローレルとはちょっと形が違うんですけども、この辺のデザインがね、よく似てますよね。はい。これも結構流用されるんですかね。130の方は結構流用してる車は見るんですけども。そうですね。あ、なるほど。で、この白なんですけども、これって純正色なんですか。そうです。これ再塗装とかってされてますか。一回塗装はしてます。あ、そうなんですね。この色はでもその純正色を元に塗られてるんです。そうです、はい、なるほど、ね、ちょっと、まあ、白なんだけどもスーパーホワイトとはちょっと違う、この白っていうのがね、旧車には非常に似合うと思いますよね。それでですね、この車がかっこいいのはこれですよ。オーナーさん、このアルミは渡辺でよかったでしょうかね。そうです、はい、非常にね、フカリムの渡辺なんですけども、これ何 J なんですかね。これは前は 8.5 です。前 8.5 で、リアの方は 9.5 です。 9.5 ずらずらに決まってますよ。皆さん、これめちゃくちゃかっこいい。ちょっとですね、ねえ、この感じを見てくださいよ。めちゃくちゃね、やんちゃに決まっていると思いませんか。僕はね、非常にかっこいいなと思ったのはこのね、渡辺ですよね。これオフセットとかってちなみに分かりますか。あ、オフセットはちょっと分かんないですか。これ15インチでしょうかね。これは15です。15インチですね。非常にね、この感じを見てください皆さん。これ車高って落とされてるんですかね。そうですね、ローダウンしてます。ローダウン、これは 何で落とされてるんですか。車高調です。車高調、あ、ローレル230用ってあるんですか。ありますね。なるほど、前後ともね、車高調で落とされていると。非常にね、かっこいいね、このスタイルね。ここにはね、ローレルというバッジがついてますよね。で、皆さん、もう一つ見ていただきたいのがですね、これですよ。ハードトップなんですね、ローレルは。まあ、130もハードトップなんですけども、230もハードトップ。ハードトップというけど、窓枠がないんで、このね、窓を開けるとね、非常にこの開放感なんですよね。これちょっと残ってるのは、もうこれいっぱいいっぱいなんですか、これで。そうですね。あ、なるほど。ね、30のね、瀬戸黒なんかもね、しっかり降りないですけども、このローレルもね、これがいっぱいいっぱいだったと。それでもね、この開放感ですよね。全開にするとね、非常に気持ちいい。で、かっこいい。で、これは、内圧を逃がすね、ダクトですよね。これはただの飾りじゃないんですよね。で、このね、リアのこの迫力も見てください。これ、ツラツラですよ、これ皆さん。めちゃくちゃツラツラですね。非常にかっこいい。で、これが、給油口になるんでしょうかね。ね、はい。じゃあ、これも、室内から開けるしかないんですね、じゃあ。そうですね、ねえ、なるほど。で、ちょっとね、はい、このね、リアの迫力もね、皆さんにちょっと見ていただきましょうね。めちゃくちゃかっこいいですよ。このつらつらに決まった渡辺がね、非常にやんちゃでかっこいい。で、オーナーさん、この、はい、マフラーはこれはノーマルなんですか。リアルです。純正のマフラーなんですか。社外品の。そうですね。なるほど、50倍のって言われる。で、
グレードは SGL の E。 この E っていうのは何の E なんですかね。ステーブルロードインジェクションなんですけども、はい、それをキャブ仕様に変更してあります。あ、そうなんですか。もともとはインジェクションの E だけども、このオーナーさんは、キャブ仕様にされていると。そうです。後ほどエンジンルームも見せていただいてもよろしいでしょうか。はい、はいはい、ありがとうございます。でね、このテールもね、非常にかっこいいですよね。このテールね、非常にかっこいい。50年代、まあ80年代のね、デザインっていう感じがしますよね。はい。で、ちょっとオーナーさんにね、室内って見させていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。ちょっと許可をいただいたんで、室内を見させていただくと、室内はね、この見てください。ちょっとキャメルブラウンというんでしょうかね、この茶系の内装ですけども、これってあれですかね、ボディカラーによって内装って決まるんですかね。と思いますね。あ、もう選べないタイプなんですか。そうですね。なるほど。で、ボディカラーが白だとこういうね、茶系の、内装になるということなんですね。でも非常にかっこいいですよね、これね。はい。で、これもちろん純正のシートですよね。そうです。非常にね、破れがなくてね、綺麗だと思いますよね。ちょっとオーナーさん座らせていただいても大丈夫。ありがとうございます。ちょっとオーナーさんの許可をいただいたんで、はい、座らせていただきますね。ステアリングはナルディ でインパネ周りもね、この80年代のこの感じは大好きなんですよね、僕ね。スピードメーターは180キロまで刻まれていて、でタコメーターは8000回転で、オーナーさん、はい、このね、ここの表示って何になるんですか。これは何なんですかね。あ、この四角ですか。この、はい、この四角って何かあるんですか。あ、時計かな。あ、時計なんですね。はい、なるほど。これがね、ここ時計の表示らしいんですよね。で、このビームっていうのはこれ何のことなんですか。これはハイビームとかですか。あ、そうなんですか。へえ。でね、こちらにはね、警告灯がついているということですよね。で、この、センターコンソールのこのメーター類は、これは後付けですか。これは社外品は後付けです。あ、そうなんですね。もともとこれ、ここは何だったんでしょうかね。ラジオとかだったんですか。そうですね。あ、なるほど。ラジオが、まあラジオはもう聞かないんで、で、こっちにメーターをね、付けられてると。はい、水温と、油温と、で、油圧ですね。はい、で、クーラーがついていて、まあもちろんもう54年の車はね、クーラーは効きますよね。で、こちらにはね、オーディオシステムと。で、5速。ね、かっこいいですよね、このシフト。で、このパワーウィンドウはね、130系のね、ローレルと多分共通だと思います。ケンメリもこのパワーウィンドウですね、見覚えがあるスイッチですね。はい。でね、先ほども言いましたけど、非常に室内が綺麗なんですよ。で、こちらの窓がね、全開に開いてるんでね、非常に開放感。ねえ、この、茶色のね、これ木目調のワンポイントのアクセントがね、非常にかっこいいですよね。で、リアシートもね、もちろん破れがない。で、天井も茶系ですね、これね。で、ここには、これスポットライトのようなライトがありますよね。はい。非常にかっこいい内装。オーナーさん、ちょっとエンジンルームで見せていただいてよろしいでしょうか。はい。はい、はい、出ましたね。これね、やんちゃな外見のね、通りね、このエンジンはね、これはオーナーさん、エンジンは何になるんでしょうかね。 L20 です。 L20、はい、2000cc ですね。じゃあ、へえ。で、このキャブレターはソレックス、これ何倍なんでしょうか。これ40倍。非常にかっこいいエンジンルームですよね。青のプラグコードに、で、このね、黒のタペットカバーなんですけども、ラメが入ってるんですよね。ラメが入っていて、ちょっとこのやんちゃな感じをね、演出されてるというのが非常にね、かっこいいですよね。これって小野さん何なんですか？この、これは。これクーラーです。あ、クーラーのコンプレッサーなんですね。へぇ、なるほど。もともと230のローレルっていうのは L 型なんですか？そうですね。あ、そうだね。L20 なんですよ、はい、それに、キャブレターをつけたっていう感じなんですね。インジェクションからキャブに変更です。あ、なるほど。じゃあ元々のエンジンのままだったんですね。小野さん、ちょっとエンジン音聞かせていただいたらダメでしょうか。
エンジン切ってもらって。はい、素晴らしいね、ソレックスの方向でしたよね。素晴らしいね、まあ、ソレックスの、ね、吸気音がねたまらなかったですよね。ありがとうございます。ちょっとボンネット閉めていただいてもいいですか。ありがとうございます。これもノーマルの230って少ないですよね。そんなことないですか。あんまり見ないですね。やんちゃな仕様にされてるのは多いんですけどもね。2年はデミリーツールは乗せたんですけど。あ、そうなんですか。多いから。はい、これ乗り換えた。あ、そうなんですね。ちなみにこれいつ頃から乗り換えられたんですか。3年半ぐらい前。3年半前。なるほど。もう今ではねすっかりねこのノーマルの、ローレルは230ローレルはね見なくなったんで、ある意味ね貴重だと思いますよね。というわけでね、非常にこのねやんちゃな感じがかっこいい231の後期の、ローレルでしたね。小野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。非常にねかっこいいですよね。この横からがかっこいいんですよね、はい、このビューですよね。これがね230ローレルの魅力ですよね。